ボックスシーツの畳み方について困ってらっしゃる方がとても多いようです。でボックスシーツの場合は内側にゴムが入っているので端と端をきれいに合わせることは、まずは生地と生地を真ん中に集めるようにして長方形を目指して畳んでいきましょう。この状態になったら全体に半分に畳んで、リネンクローゼットに入れる場合は半分に畳んでこのように棚に入れていきます。深さのある引き出しの場合は3分の1になるように畳んでこのように立てて収納していく、もしくは浅い引き出しの場合はくるくる巻いてしまっても OK です。どのような畳み方をするにしても引き出しの中ではこのように立てて収納するようにするととてもスッキリします。